パリ五輪第7日、バスケットボール女子1次リーグ日本64から75ドイツ、1日、ピエールモロア競技場、世界ランク9位で21年東京五輪銀メダルの日本は、1次リーグ、L、第2戦で同19位のドイツと対戦した。得点源の山本舞、トヨタ自動車、が前線の米国戦で脳震盪を起こし欠場も、 総力戦で臨んだが64から75で敗れ連敗準々決勝進出へ厳しい状況に追い込まれた日本は主将の林崎富士通高田デンソー、町田類、富士通宮崎沙織エネオス赤羽ひまわりソーの5人でスタートした序盤は共にシュートミスが目立ったが徐々に高さで勝るドイツにインサイドを支配されていく マウリステファニー、サラゴサ、の3点シュート、T、などで追いすがるが、第1クォーター、Q は16から21と5点をリードされた。第 2Q に入り、日本は速攻と高田の3ピースなどで23対23の同点。しかし、相手にも3ピースを決められるなど、再びリードされ、34対42と8点差をつけられたところでタイムアウトを取る。 その後、2点を返し、36対42と6点差でハーフタイムとなった。第3球立ち上がりにアコーのレイアップと高田の3ピースで1点差に迫る。2点を加えられたが、高田が再び3ピースを決めて、44の44とついに追いついた。しかし、その後は攻めきれず逆転には至らない。オフェンスリバウンドが取れないため、 攻撃が単発で、44から50と徐々に引き離された。結局、49から59と10点差リードを許してこのクォーターを終えた。10点を追って迎えた最終球は必死のディフェンスと宮崎のドライブ、高田のスリーピースなどで食い下がったが点差を詰めきれなかった。女子日本代表は悲難の金メダル獲得へ、日本の強みを最大限に活かすために掲げたコンセプトは、 走り勝つシューター軍団。音塚通監督はあらゆる場面を想定しスクリプト、台本を用意。選手は無意識にできるまで丸暗記し、どのような状況でも最適な判断ができるよう体に染み込ませてき。